はい、どうも、パンケーキこと岸井亮太と申します。今回はまあお盆が明けて、まあ夏休みも後半っていうか、もう8月後半に入ってきて、まあ結構新しくスプラトゥーンを買ってもらった子とかもいるんじゃないかなってことで、イカ初心者さん可愛いなって見に行きたいなと、これから頑張っていくんやろうなってところを見て行きたいと思います。これ見て、ボーイなんだけど、僕ボーイなんだけど、これなんかいつか作ったアカウントなんですけど、もう忘れちゃった。なんで僕ボーイなんだろう、いつもガールにしてるのに。まあいいや、見ていきましょう。はい、それではデボン海洋博物館縄張りバトルやっていきましょう。なんかランク一桁の子とかいた、7の子とかいたので。スパイギアの人がいる、スパイギア、え、止まってる、どうしたどうしたカンナとアキラってめっちゃ可愛い。これお子さんの名前なのかな、お子さん2人いるんかな、カンナちゃんとアキラくんかな。ナイスをしてる、かわいい。さっき止まってた子だ。ローラーコロコロしてる。カモンって言いながら飛んできたんだけど。なにこのチーム、めっちゃかわいい。頑張ってほしい。特にカンナとアキラちゃんが頑張ってほしい。カンナちゃんとアキラくんか。これ今どっちがプレイしてんだろうな。カンナちゃんなのかアキラくんなのか。後ろ狙われてるぞ。あ、危ねえ。着地も入っている。ローラーの子がめっちゃ可愛いねんけど。めっちゃ可愛い。頑張れ。引いて行け。ナイス。引いている。結構ラグいいのかなこれ。めっちゃ可愛い、ローラーコロコロしてるの。相手ピンチマークついてる。すぐは塗っといてあげよう。ああ危ない。いって、びっくりした、バリアブルローラーが降ってきた。頑張れ。おお、後ろ狙われてる。敵は取った。敵はスパイガジェットだけど、あぶねえ。ごめんな、なんか普通に倒しちゃってるわ、ごめん、申し訳ない。いけ、頑張れ。ローラーコロコロするのめっちゃ可愛いんだけど。超可愛い。もう一回塗ってあげよう。アーマー履いてあげて。おお、結構塗られてきたな。ローラーコロコロめっちゃ可愛いよ、カーボン。あ、落ちちゃった。なんか止まってる。どうしたあはは。かわいいかよ。相手のローラー返し持ちしてた。これは勝ったでしょう。結構大差で勝ってたな。結構キル取ってたんかな。カンナちゃんとアキラくんがめっちゃキル取ってた。猛者だったわ。はい、デボン海洋博物館2連続ですが、やっていきましょう。なんかね、ランク94の人とかいたんだけど、怖いな、ランク94は怖いな。
プラベ開けるから来て。この夏休み、まだ、その、スマホとか持ってなくてさ、あれなんだろうな、連絡取る手段がなくて、この、友達に名前で知らせる感じかな。いいね、そういうの。3DS の時やってたわ。前も言った気がする、これ。3DS の時によくやってたわ。え、なんかどこどこしてる、どこどこしてると思ったらめっちゃ狙ってきた。めっちゃ猛者なんじゃねこれ。これ、相手めっちゃ猛者説あるぞ。どこどこしてる。わあ、検査ついちゃった。やばい。やばい、死ぬ。え、確かこの人ランク92とかだった気がするんだよな。なんかさ、結構、モサな部屋に入ってしまった気がする。モサ部屋に入ってるわ。あ、後ろに開いてる。やばい、死ぬ死ぬ、僕も死ぬ。アーマーを吐いておいて、ちょっとめっちゃ塗られてんな。死ぬ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 、あぶねえ。見てる余裕ないんだが見てる余裕ないんだが、なんかアシスト入ったんだけど、なんで。うわー、びっくり。射程が、あぶね。あの人強いよ。デュアルスイーパー。あー、しっかり抜いて、まあ、味方になった以上は、しっかり勝ちたいからね。味方を勝たせたいからね。お、ピンチマークついてる、ナイス。残り30秒しっかり行ってこう。見てる余裕ないんだけど、マジで。すげえ。おナイス。やーばすぎ、あぶね。2戦目はもうなんか辛かったわ、ただただ敵が強くて辛かったわ。ナイス。あ、相手のザップの子がランク9だったんだ。はい、もう3戦連続デモン海洋博物館なんやが。ねえ。てかめっちゃランク高い。もはや、本当にこのゲーム、あ、でもかわいい。え、かわいい。その塗り方何？くるくる回りながら塗ってたんだが、かわいいんだが。え、めっちゃ綺麗に塗ろうとしてる。え、この子かわいいな。え、超綺麗に塗るじゃん。トランテン。なんか、あれだな。ゴテンクスにフュージョン失敗したみたいなやつみたいな名前だな。なんだっけあれ。なんて名前だっけあれ。あれなんて名前だったっけ。なんかさ、フュージョン失敗したゴテンクスみたいなやつ。トランテンだっけ。ちょ待って、殺しちゃいそうね。可愛いんだけど。あ、でもピンチマークついてるな。いたし方なし。いや、痛い。ちょっと、ちゃんとやんないとダメだね。
いやーマジか、振り早、横振り見てる余裕ないな、ランク高いんだもん。だってえ、何やってる、え、何やってる、え、何やってる、ジンくん、かわいい、めっちゃ今のかわいいぞ、超かわいい。え、やれないんだけど、やれないんだけど、なんだこの武器、若葉とかいう武器、なんだなんだこれ、全然やれねえじゃないか、敵のこと、やばいっす、危ねえ、ちょっと待って、ちょっと敵強い、敵強い、普通に。あー、かわいいからもやりたくなかったけど、ごめんね。なんでこんなバリブルローラー流行ってんのこれ。初心者の間で大人気、バリアブルローラーみたいな。初心者っていうかもう中級者ぐらいなのかな、このぐらいのランク帯だと。わあやべ、チャンネル登録の通知の音かなった今ね。ナイス、さあしっかり塗ろう。やば、次、ごめんごめんごめん、本当にごめんね。でもでも勝ちたいんだ、危ねえ。どうだろう、まあ負けたら負けたり仕方ないな、これは。結構全力でやったけど、あー危ねえ、よかった。途中なんかめっちゃ可愛い声だ、このジンくんが。ジンくん可愛かったわ。はい、というわけで今回は勝ち進者の浮き矢、可愛い動画でした。ありがとうございました。てかもう普通に強いんだけど、もはやイカ初心者はあんまり存在してない説あるな。スプレに嫌われている、理不尽な査定押し付けて、いつもダイナモ殺したい武器を簡単にアプリで流した。僕らはスプレに嫌われている、軽々しく味方弱いとか、軽々しくガチマに潜る、僕らはスプレに嫌われている。